調べることが好きです。主人はここの温泉いいらしいよって。急に送りつけて、あ、急にですね。多分行こうってことなんだと思うんですけど。お待たせしました。絶対俺の悪口伝えちゃおう。いいです、どうぞどうぞ。お疲れ様でした。お疲れ様。あーあー、やっぱり温泉に合いますかね。ビール合っちゃってしょうがないです。お二人の動画が好評で早速続編となりました。いやもう本当にありがたい。本当にね、ありがたいんです。どうですかこういうとこ来てみて。素敵じゃない、素敵すぎませんか。だしだからこういう場所にもさ、うん、なかなか来れないじゃない。来れない、本当贅沢だよね。ありがたい、うん、今年はどんな1年でしたか。うん、まさか、うん、2人で仕事をすることになるっていうのも思ってなかったね。思ってなかった。だから僕の中ではなんかコンビ結成した1年目な気分なんだけど。いいですか、開けちゃう。失礼いたします。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ乾杯。乾杯。もうなんでだろうな、もう気になってきた俺。何が。ビールが美味しい理由が。え、工場見学に行きなさい。昨日の缶ビールとどちらが美味しいですか。決めれないよ。決めれないよ。うーん、美味しい。そこにくー、美味しそう。じゃあ逆バージョン。え、お、幸せ幸せ。まあでもあれか、もう、うん、もう理由とかじゃないんだよね、うん、もう美味しいに理由はいらない。いらない、その笑顔も美味しいよ。これで分かるでしょ、美味しい顔。美味しい顔。年末にどうですかこういうしっとりと1年を締めくくる、うん、ね、すごい素敵な日になってるの。そうだね、ありがとう。美味しくてありがとう。美味しく、あ、俺に言ったんじゃないの。うん、今俺に言われたのかと思って。この思い出を。熱いよ、熱いよ。俺たち顔が似てきてるらしいよ。やったね。やったねじゃない。いいコンビだ。これが私の一番美味しいキリン一番搾り。ずっとやってたい、うん、じゃらじゃらじゃら。歌練習しないと。え、あ、音痴だった。